社会派推理小説は推理小説のジャンルの一つで、用語としては日本では1960年代頃から使用されている。一般に社会性のある題材を扱い、作品世界のリアリティを重んじた作風の推理小説を指す。事件そのものに加え、事件の背景を丁寧に描くのが特徴。しかし、社会派推理小説は、いわゆる本格派推理小説と対立。 独立のジャンルではない。小説の主題に社会性があることと論理的な謎解きは矛盾しないからである。海外の作品を視野に入れた場合、背景に社会性のある推理小説は特に珍しいものではないが、特にそれらの作品をグルーピングジャンル視したり、特有の故障を持つケースは見られないので、ここでは日本に限って記述する。 現在の本用語の位置づけとは異なるものの、推理小説の中で、社会的な素材を取り入れる試みは、戦前から存在している。1935年の、日本探偵小説傑作集序文において、江戸川乱歩は、社会的探偵小説として、林房を平林太鼓などの作品や、葉山良樹などのプロレタリア作家の作品を挙げている。戦後に入ってからは、 大下うだるが、巨像などの社会的素材を取り入れた作品を残した。社会派推理小説という用語がいつ、どこで使われ始めたか、正確な書室は明らかではない。しかし、中島川太郎は1960年のあら、マサトによる新聞記事を用語の源流に見出している。また1961年に、松本清張が、いわゆる社会派とかいう故障で呼ばれる。 作品群と書いており、この時点で、すでに一般的な故障となっていたことがわかる。それ以前、1958年には成長による、点と線、戦、目の壁の単行本が発売され、ベストセラー化したことを一つの契機に、空前の推理小説ブームが起こった。そして、以後、成長の作品に影響を受けた、推理小説が大量に出版され、この過程で本用語が生まれ、 一つのジャンルとして認知されたと見られている。こうした中、1961年には長らく断筆状態にあった水上勤が海の牙を発表し、日本水理作家協会賞を受賞した。さらに1963年には大作、飢餓海峡を発表し、水上も社会派水理小説家としてミステリ界に広く認知された。また黒岩十五、有馬よりからも、 社会派推理小説の作品を多数発表するようになる。社会派推理小説の流星は純文学分断を揺るがし、平野県の問題提起による純文学論争を巻き起こした。他方、マスメディアも懸念した推理小説ブームの過中で、社会派推理小説と銘打ちながら、推理小説としての味わいを持たない社会批判小説、風俗小説も乱発された。 その結果、早くも1960年代半ばに、ブームは沈静化し、清長も推理小説の形外化を批判した。その後、1970年前後に現れた、西村京太郎、森村誠一などの作家は、その初期に論理性を盛りつつ、現実性も重視した作品を書いたため、社会派推理と本格推理とを融合した作風と呼ばれた。 1980年代から1990年代にかけて社会派推理小説を手掛ける新世代の作家が多く登場する。宮部みゆきは1987年にデビュー、コンスタントに社会派推理小説を発表。特に歌者と直木賞受賞作。理由は評価が高い。桐野夏希はハードボイルドでデビューしたが、社会派も執筆した。特にアウトは、 犯罪小説でもあり、このミステリーがすごい。ランキングにて第1位を獲得、日本推理作家協会賞も受賞した。1990年にクライムサスペンス、黄金を抱いて飛べでデビューした高村香オは、その後も多くの社会派サスペンスを発表、ゴーダ刑事シリーズ第1作、マークスの山で、直木賞を受賞。このミステリーはすごい。ランキング第1位に選出された。 しかし、リビエラを打てなど、他の作品にはミステリーとして執筆したものもある。それまで本格推理小説を手掛けていた東野恵子は、1999年に大作、白夜行を発表、直木賞候補、このミスランキング第2位にも選出され、社会派作家としても評価されるようになり、その後も社会派推理小説を発表し続けている。ありがとうございます。